2024年令和6年8月28日、西日本に上陸した台風10号を避けるため瀬戸内海広島沖にある倉橋島の南海上を航海していた。海上自衛隊のヘリコプター搭載護衛艦加賀 DDH-184 の艦内において火災が発生したんだ。乗組員による初期消火によって消し止められ、艦隊への被害は軽微だったものの艦内で煙を吸った疑いのある乗組員5名が自衛隊呉病院に搬送されたな。今回は海上自衛隊の護衛艦加賀で火災が起きた件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。海上自衛隊によると、火災はヘリコプター格納庫がある第5甲板上のガスタービンからの排気すげをカバーしている防熱材が発火したとされ、火災発生から10分ほどで乗組員が消火したため防熱材が1メートル四方ほど焼けただけで済み、艦内への浸水や油などの流出はなかったとみられ、自衛隊呉病院に搬送された乗組員5名については、怪我などはなく命に別状はないみたい。海上保安庁呉海上保安部には28日の午後18時20分頃に海上自衛隊から艦内で火災が発生したがすでに鎮火しているとの通報があったとのことだよ。現在、海上自衛隊と呉海上保安部により火災の発生原因を調査中だが、原因や経緯についての詳細の発表はなく加賀の艦隊への影響などについても調査中とされていて、加賀の竹内周作艦長は火災の原因究明等に最善を尽くし、必要な対策を施すことで再発防止に努めるとのコメントを出したね。護衛艦を含む軍艦は戦闘を行うというその性質上、燃料や火薬などの大量の可燃性危険物を大量に搭載しているため、艦内で火災が発生した場合にそれが軽微なものであったとしても、それらの危険物に引火すると艦隊に大きなダメージを被ることになり、最悪沈没に至ることもあるからな。太平洋戦争後に発足した海上自衛隊において過去に発生した護衛艦火災は2件あって、第1護衛隊軍第7護衛隊所属の護衛艦稲妻 DE において1960年昭和35年6月15日に発生した火災が最初だぜ。稲妻は6月4日に洋艦である曙と津軽海峡の東口付近で夜間対戦訓練中に衝突し、艦橋を破損の乗組員2名死亡、2名負傷する事故を起こし、応急修理のため現場近くの民間造船会社函館土津区の岸壁に係留されていたな。そして6月15日、清掃作業中に使用していたガソリンに何らかの理由で引火し、火災が発生して乗組員3名が死亡したほか、乗組員4名とドックの従業員2名が負傷する火災事故となったわけだ。2件目は、2007年平成19年12月14日にヘリコプター搭載護衛艦白根 DDH-143 で発生した艦内火災で、横須賀基地に停泊中に火災が発生して戦闘式女子 IC 内の機器を全損した事故だね。12月14日午後10時19分頃、当時無人だった艦内 CIC で火災が発生しているのを乗組員が発見、消火に当たるも鎮火させることができないでいたけど、この間海上自衛隊から横須賀市消防局への通報は行われていなかったんだ。しかし、停泊中の白根に火災が発生していることに気づいた横須賀市民から消防局へ通報があり消防車が出動して、午後11時35分頃より消火支援に当たったんだけど、完全鎮火は火災の発生が発見されてから8時間後の翌午前6時19分だったよ。これほど鎮火に時間を要した理由として、火災発生当時の戦闘指揮所が無人であったために初期消火が遅れたことが指摘されているほか、艦内の内部構造が複雑であることも消火作業の妨げとなったと言われているな。また、内部のコンピューターや計器類が全損状態となったのは、焼失よりも海水を使用して消火したことが被害拡大の原因であるとの報道が出ていたぜ。この火災では怪我人などは出ておらず他の区画への延焼は防がれたものの、消火活動による大量の放水によって CIC 区画のある甲板の真下の区画が冠水してしまう被害が発生しているらしい。火災原因について、当初は CIC 内の液晶ディスプレイが発熱したのではないかと見られていたんだけど、調査結果をまとめた海上幕僚幹部事故調査委員会では、
CIC 区画内に無許可で持ち込まれた中国製の多物冷温庫が加熱して発火したためと推定され、飲料用として持ち込まれた保冷温庫が館内の電圧に対応するように変圧されていなかったことが出火原因となったとされたね。なお、防衛省では最終的に火災原因について断定はしていないものの、2008年平成20年3月21日付で、他事案護衛艦あたごと漁船聖徳丸の衝突事故及びイージスシステムに関わる特別防衛秘密流出事件と合わせて、海上幕僚長や艦長などに減給処分を実施しているよ。海上自衛隊ではこれまで艦艇を損失するほどの大火災事故は発生していないんだけど、アメリカ海軍では2020年令和2年7月12日に、アメリカ本土西海岸のサンディエゴ海軍基地において近代化改修工事が実施されていた強襲揚陸艦ボノムリシャールで火災が発生し、工事のために艦内の消火設備が作動せず大火災となり、鎮火までに4日かかったことから飛行甲板など艦全体の6割が損傷したよ。アメリカ海軍では、修復には同型艦を新造する以上に多額の費用がかかることから、ボノムリシャールを廃艦処分として退役させて解体したんだ。今回の護衛艦加賀の火災がごく軽微なもので済んだことは不幸中の幸いであり、もし空母化改修を進めている加賀を失うような事態となれば日本の防衛構想に大きな影響を与えるところであったため、防衛省と海上自衛隊は今回の火災原因の究明と再発防止に全力を挙げるべきとの声が高まっているね。その一方で加賀と同型艦の出雲 DDH-183 は8月27日から29日までの3日間。現在西アジアに派遣されているオーストラリア、イタリア、ドイツ、フランスの各海軍艦艇とともに、日豪威独仏共同訓練ノブルラベン243ノブルレイブン243に参加したぜ。この共同訓練では、太平洋上の関東地方南方から沖縄東方の海域を訓練域として、五国の艦艇が対空戦ミノル艦敵対戦訓練艦載機の相互訪問によるクロスデッククロスデッキなどの各種戦術訓練のほか、PHOTOEX などが実施され、海上自衛隊からは護衛艦出雲と汎用護衛艦大波 DD111 が参加したほか、潜水艦艦首及び艦名は不明と P1 哨戒機が参加したな。またオーストラリア海軍からホバート級ミサイル駆逐艦シドニー、イタリア海軍から軽空母カブールとカルロベルガミーに旧フリゲート艦アルピーノにパオロタウンディレベル級哨戒艦、ライモンド・モンテクッコリ、ドイツ海軍からはバーデン・ブリュルテンベルク旧フリゲート艦のネームシップであるバーデン・ブリュルテンベルクと、ベルリン級補給艦フランクフルト・アムマインが、そしてフランス海軍からは最新鋭のアキテーヌ旧フリゲート艦ブルターニュが参加し、アメリカ海軍が不在の中で海上自衛隊護衛艦とオーストラリア海軍及び欧州主要国海軍との連携強化を、特に中国に対してアピールすることが狙いと見られているらしい。共同訓練に参加した艦艇の中でとりわけ日本の軍事専門家などの間で話題になっていたのは、イタリア海軍においてすでに AV-8B ハリアーアイアイや F-35B ライトニング2などの、垂直短距離離着陸機ショートタケオフバーティカルランディング STOVL、ストーブルを艦載機として運用している、軽空母カブールで、同じく STOVL の F-35B の艦上での運用を目指して空母化改修が進められている出雲型護衛艦の参考となる点が多くあるみたい。軍事専門家が特に注目したのは、カブールの艦載機にイタリア空軍所属の F-35B が混ざっていたことで、その理由はイタリア海軍が F-35B 導入する際、すでに先行運用していた空軍から機体やパイロットの他に整備員なども借りる形で共同訓練を行っていたためとされ、海上自衛隊の出雲型護衛艦においても当初は航空自衛隊所属である F-35B が運用されることから、指揮命令系統などの統合において参考になる部分が多いと考えられているからだね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。海上自衛隊では、最上型護衛艦 FFM の建造については2018年度平成30年度計画によって、建造が開始された1番艦最上から1年に2隻のペース進めているね。
2024年9月2日までに6番艦阿賀野まで6隻が就役していて、9番艦と10番艦が着工され、2023年度令和5年度計画で2隻が発注されているな。今回は海上自衛隊において新型 FFM12 隻を5年間で調達している件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。さて、この最上型については、諸外国海軍での同程度サイズの艦艇に付与される FF フリゲートという艦種名に加えて、機雷戦に対応することから機雷を意味するマインや多機能性を意味するマルチパーパスから取ったとされる、M を追記した新たな艦式号として FFM が与えられており、2018年度平成30年度予算から、調達が開始されたため 30FFM とも呼ばれているよ。最上型護衛艦は当初22隻、護衛隊軍に属さないいわゆる10番台護衛隊として配備されている汎用護衛艦 DD と、近海警備用護衛艦 DE の任務とされている日本近海域での哨戒、警備などの任務に加えて、対機雷戦も担当可能な艦として建造され、当初の計画では22隻を建造して10番台護衛隊の DD 朝霧型8隻と DE 阿武隈型6隻、さらに掃海隊軍所属の掃海艦艇8隻と入れ替えることになっていたんだ。しかし、2023年1月25日に防衛装備庁が新型 FFM に関わる企画提案契約の参加希望者募集要領を公示して、2024年度令和6年度以降は最上型をさらに発展させた新型 FFM を開発する計画を明らかにしたため、2024年度令和6年度計画からは新型 FFM12 隻を建造することになり、最上型の建造は令和5年度計画間までの12隻で終わることになったな。新型 FFM は、最上型が満載排水量5500トン全長 133.0m 全幅 16.3m であるのに比べて、満載排水量6200トン全長 142.0m 全幅 17.4m と一回り大きい艦隊となる予定だが、乗組員の数は最上型と同じ90人程度になるらしい。また、最上型に装備されている各種装備品はそのまま踏襲されると見られているが、防衛省では長射程ミサイルの搭載に加えて対戦機能の強化を行っていくことを念頭に置いているとしていて、将来の能力向上を容易に行える拡張性などを考えており、特に対戦能力においては、これまでのものよりも探知能力が向上したソナーシステムを採用して、平時の警戒監視能力の向上や有事における対戦線の能力向上を予定していると述べているぜ。三菱重工業から発表されている艦隊デザインを見ると、大きな相違はなくステルス性は維持されているものと見られているが、特徴の一つであるユニコーンマスト下部のレーダー配置や、ミサイル管制装置を独立させていることなどから、新型 FFM にこれまでとは違う新型ミサイルを搭載する予定である可能性が高いと見られているね。この新型 FFM の開発においては輸出も視野に入れられているとされ、防衛装備庁と三菱重工業は2023年11月7日から9日まで、オーストラリアの ICY シドニーで開催された海洋防衛の総合イベント INDO パシフィック2023において、新型 FFM を FFMAAW としてその模型展示を行っていたんだ。この FFMAAW という艦種表記の AAW はアンティエアワーフェアすなわち対空戦を意味していることから、諸外国に対して新型 FFM は VLS のセル数を増やして艦対空ミサイルを搭載することで、最上型に比べて大幅に対空戦能力が強化されていることをアピールする狙いがあると見られているよ。防衛省や三菱重工業からの説明にあるように新型 FFM の兵装の最上型との大きな相違点は艦隊サイズの他に、マーク41垂直発射システム VLS が32セルと最上型の2倍に増設されていることにあって、最上型では対戦ミサイル07式垂直発射魚雷投射ロケット7VLA のみ装備されている VLS に、新しい艦対空ミサイルとして開発が進められている 2-3 式艦対空誘導弾 ASAM が装備されるほか、長射程のスタンドオフミサイルとして開発が進められている1-2式地対艦誘導弾能力向上型の搭載が予定されているらしい。
防衛装備庁は新型 FFM に関わる企画提案契約の参加希望者募集要領の公示から、2024年3月31日にジャパンマリンユナイテッド及び三菱重工業と企画提案契約を締結して、6月15日に各社からの企画提案書を受領して契約企業の選定を実施し、8月25日に非契約者を三菱重工業としてジャパンマリンユナイテッドを下請けとする契約を交わして正式に2024年度計画館から新型 FFM が建造されることになり、令和6年度計画館 6FFM として1番館を三菱重工業に、2番館をジャパンマリンユナイテッドに発注され、8月30日に明らかにされた2025年度令和7年度防衛予算の概算要求においては3席分として3140億円が計上されたぜ。これまでも最上護衛艦は年間2席のペースで建造されてきたものが、新型 FFM では年間3席を建造する年度が2度予定されていて、2024年度から2028年度までの5年間で12席の建造が計画されているんだけど、三菱重工業が年間2席の建造を実施すると見られているよ。また防衛省では防衛予算の概算要求の発表とともに海上自衛隊における改編計画を発表したね。それによると、52隻の護衛艦を運用する第1から第4までの護衛隊群からなる護衛艦隊と10番台護衛隊、および地方隊のミサイル艇隊と機雷の除去などを行う掃海隊群を廃止して、それら水上艦艇部隊を集約した水上艦隊以下すべて箇所を新編するんだって。水上艦隊は第1から第3まで3つの水上戦群からなり、その他に水陸両用船機雷戦群と哨戒防備群が編成され、それぞれに輸送艦や哨戒艦などが配置されることになるぜ。3つの水上戦群は3正面におけるオペレーションに対応し、水陸両用船機雷戦群は今までの掃海隊を集約するとともに、FFM や輸送艦によって機雷戦や水陸両用船を支援していくことに集中し、そして哨戒防備群は、警戒監視のために新造が計画されている哨戒艦が配備されて日本近海における哨戒活動を任務とするという構想で、これによって主力となる第1、第3までの水上戦群は、平時においてはこれまでのような哨戒業務を行わず戦闘訓練に集中することができるようになり、有事のオペレーションに対して長期的な対応が可能となるとされているな。防衛省では今までの第1から第4と護衛隊群を4つ編成していたコンセプトは、そのうち2つの護衛隊群がオペレーションにあたり、5つが維持整備のメンテナンスに入り、残りの5つが訓練を実施するというものだったとし、そして、第11から第15の10番台の護衛隊は日本近海の警戒監視を行ってきたとした上で、世界的に安全保障環境が厳しくなる中、突発的なオペレーションに対して即応可能な部隊を増やすという目的でこのような再編成を実施したとしているね。護衛隊群は出雲型や日向型のヘリコプター搭載護衛艦 DDH1 隻、混合型アタゴ型マヤ型のイージス護衛艦 DDG2 隻、汎用護衛艦 DD5 隻によって編成されているが、この4つの護衛隊群を3つの水上戦群に再編することによって、5つの水上戦群に配備される護衛艦の数を増やすことが可能となるんだ。防衛省では、それによって5つの水上戦群の中でオペレーションへの即応や長期遠征をこなしながら、休養や訓練もこなしていくことができ、有事の際に3つの水上戦群の全てがオペレーションに対応することも可能となるとしているほか、水陸両用船機雷戦群においても水陸両用船とそれに伴う機雷戦に対して、より機動的かつ中長期に対応できるようになるらしい。このことについて、海上自衛隊創設以来の伝統的な部隊名が消滅することに、海上自衛隊の中で抵抗する声が上がっているのではないかとの見方をする軍事評論家がいるものの、水上戦闘艦が統合されることで、むしろ旧日本海軍の連合艦隊が復活するような感覚があるとして歓迎する声も上がっているね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。
防衛省は2024年8月30日に2025年度令和7年度防衛予算概算要求を公表したよ。その中で水上艦艇からトマホークを発射するための機能負荷のために18億円が計上されたことを明らかにしたぜ。今回は海上自衛隊のイージス護衛艦にトマホークを搭載した件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。海上自衛隊が運用しているイージス護衛艦に艦上から発射できる対地攻撃巡航ミサイルトマホークを搭載することは、2022年12月16日に岸田内閣が閣議決定した防衛力整備計画において、長射程で中国本土などの基地を攻撃可能な、スタンドオフミサイルとして開発を進めている12式地対艦誘導弾能力向上型の、水上発射型の配備が開始されるまでの間のつなぎとして、米国製のトマホークをはじめとする外国製スタンドオフミサイルの着実な導入を実施継続すると明記され、2025年度から導入することになっていたんだけど、中国が台湾への軍事圧力を強めていることや東シナ海、南シナ海での軍事行動の活発化を受けて、2023年10月5日に当初2024年度以降とされていた予定より1年前倒しで、トマホークの調達を開始することが日米の防衛省会談によって決定されたよ。当初は最新鋭のトマホークブロック5を400発導入する予定だったけど、このうち半数の200発をすでにアメリカ軍が運用している従来型の、ブロック4に変更して1年前倒しにして配備を早めることになったんだ。その決断はアメリカにおいてブロック4はすでに在庫があるために早いタイミングでの譲渡が可能であり、ブロック5とブロック4の間に際立った性能差がなく、ブロック4からブロック5へのアップデートが可能であることが理由とされているよ。この日本政府の閣議決定を受けたアメリカ政府は2023年11月17日、日本へのトマホーク売却を承認してアメリカ議会に通知したね。自衛隊に導入されるのは400発のトマホークミサイルの他に、14機のトマホーク武器システム、トマホークウェポンシステム TWS、トマホークウェポンコントロールシステムと、それらのサポート機器などが含まれるとされ、この TWS はマーク41垂直発射システム VLS 搭載している水上艦装備用の、マーク37と見られ、海上自衛隊が現時点で運用している8隻のイージス護衛艦 DDG に加えて、建設が中止されたイージスアショアの代替案として新造が計画されている、イージスシステム搭載艦2隻分も含まれているものと見られているぜ。防衛省は2024年1月18日にアメリカ政府との間でこれらトマホークとその関連設備の購入契約、ミサイル取得費として1694億円、イージス艦に搭載する関連機材費847億円を締結し、2025年度から27年度にかけて順次納入されることになり、2024年度令和6年度防衛予算に、イージス護衛艦に乗り組む海上自衛艦などに対する要員養成教育予算として2億円が計上されて教育が開始されたわけだ。防衛省はまた同日、イージス護衛艦の中では最初に建造された混合型の後継艦の検討に着手する方針であることも明らかにしたな。混合型イージス護衛艦は、海上自衛隊が初めて保有したイージス護衛艦で、アメリカ海軍のイージス艦であるアーレイバーク級ミサイル駆逐艦を参考にして設計され、イージス武器システム AWS における各種レーダー配置の関係もあって同級駆逐艦と類似した上部構造物設計となり、さらに混合型にはアーレイバーク級には内艦待機艦としての機能を持たせるために、上部構造ものはアーレイバーク級よりも大型となり、排水量なども増大されているね。混合型は、1993年平成5年3月に就役した1番艦混合 DDG173 から、2番艦霧島 DDG174、3番艦妙高 DDG175、そして1998年平成10年3月に就役した4番艦鳥海 DDG176 まで4隻が建造され、それぞれ日本の山岳名を艦名としているんだけど、混合と霧島は、旧日本海軍の巡洋戦艦混合と霧島に使われた艦名を継ぐもので、
妙高と町会は従巡洋艦一等巡洋艦の妙高と町会を継ぐ形になったよ。ちなみに、その他の4隻のイージス護衛艦の艦名にも山岳名が使われているが、アタゴ型の1番艦アタゴ DDG177、2番艦足柄 DDG178 と、マヤ型の1番艦マヤ DDG179、2番艦はグロ DDG180 の艦名は、それぞれ旧日本海軍従巡洋艦のアタゴ、足柄、マヤ、ハグロの艦名となった山岳名が使われているな。金剛型の洋目は、基準排水量7250トン満載排水量9485トン全長161メートル、最大幅21メートル深さ12メートル喫水 6.2 メートル乗員300人で、設計の参考とされたアーレイバーク旧初期型の、フライト1が満載排水量8850トン全長 153.77 メートル最大幅 20.27 メートルであるのと比べて一回り大きいことがわかるぜ。機関はゼネラルエレクトリック製 LM2500 ガスタービンエンジンが4機搭載された。COGAG コンバインドガスターバイン&ガスターバイン方式で、最大速力30ノットとされているね。兵装には主砲としてイタリアのオートメラーラ製の54口径 127mm 単装速射砲が1機搭載され、近接防空兵器として高性能 20mm 機関砲近接防空システム CIWS が、上部構造物の前方と後方に1機ずつ計2機が設置されているよ。防空用のスタンダードミサイル SM2 艦対空ミサイル SAM 及び SM3 弾道弾迎撃ミサイル ABM や、対戦兵器である垂直発射式アスロック RUM139 バーティカルローンチ ASR OCVLA を発射するための、マーク41モード、6垂直発射システム VLS が、艦首側に29セルと艦尾側に61セルの計90セル装備され、次弾発射のための再装填用クレーンも配置されているんだ。それらの他にはハープーン艦対艦ミサイル SSM4 連装発射塔が2機と、324mm 3連装単魚雷発射艦2機も搭載されているなど、5から設計されたアタゴ型や、マヤ型と比べても VLS が6セル少ないことと、主砲がアメリカ海軍仕様の、62口径5インチ単装砲に変更されたくらいで大きな違いはないが、金剛型では後部飛行甲板において、ヘリコプターの発着艦は可能となっているものの、他の4艦と違って格納庫が存在しないため艦載することはできないぜ。イージス艦の中核装備である AWS については、2014年時点で4艦すべてがベースライン 5.2 が搭載されていて、各種レーダーには ANSPY-1D 多機能型4面1機、OPS-28D 追水上捜索用レーダー1機、OPS-20 航海用レーダー1機が搭載されているな。これらによって集められる情報を処理する C4I システム、コマンドコントロールコミュニケーションコンピューターインテリジェンスシステム C クアドラプル I システムは、近年では陸海空統合作戦の重要性の増大から総合運用性インテロペラビリティの I を加えて C4I にとも、あるいは各種情報資産の増大に対応して監視サーベイランスと、偵察リコナザンスの S と R が追加された C4ISR、さらには目標補足ターゲットアクエジションの TA も追加された C4ISTAR と呼ばれることが多いみたい。金剛型には C4ISTAR として AWS ベースライン 5.2 の他に ANUS-C42 衛星通信装置、NORAH 衛星通信装置、NOR-Q1 衛星通信装置、指揮管制支援ターミナル、OI-900 に対戦情報処理装置などが搭載され、さらには4艦合計で約1500億円の予算が注ぎ込まれて、弾道ミサイル撃墜用の SM3 ブロック 1A ミサイル36発の購入や、各艦の弾道ミサイル防衛能力 BMD の改修、弾道ミサイル迎撃実験などに使用されるなど、日本の防空システムの一角として欠かせない存在となっているな。しかしながら、金剛型はネームシップの金剛が就役して30年が経過し、4番艦長会でも艦齢26年となることや、格納庫がないために哨戒ヘリコプターを搭載できないことなどから、防衛省では2025年度令和7年度防衛予算の概算要求に、
イージス艦に関する調査研究費として33億円を計上していて、今後浮方退役後の後継艦の設計検討のための技術調査を実施するとしているね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。